けなよ、こいちゃぜ、猫ちゃん。まず光るなと思うの。なんで朝、うん、じゃあこれ往復して帰りましょう。土坂の袋だか充電するわ、あとスマホ。あ、まあ大丈夫、今ちょっとこれは無理この状況下で渡すの。まあまだ大丈夫、だいたい見ちゃう。しんかなと思って、タヌキにしたらちっちゃいなっていうか逃げねえなと思って。普通にお猫ちゃんです。まだ子ね、成猫になってない子猫だね、大きくなった、うん、途中ぐらいの。で警戒心ないじゃん、車に対して、うん、普通の猫みんな逃げるじゃん、にゃーと。知りたくないにゃーとか逃げる。何の警戒心もない、怖いな、あれ引かれちゃうの、いつかマジで。あの子たち、まあでもここそんな走り走ってないから大丈夫そうだな。でも本当タムロできる場所ないから、してこないみたいな。ありがたいね。なんで猫もあんなとこで寝るんだろう。それが今日たまたまいないのかよくわからない。いや、いないと思う。この時間でいないから、なんとなくだけど。で、タイヤ痕がない。そうなんだよね。まず1個目がね。あと、あの先行くと集落出てたじゃん。うん。だからかなって。タイヤ痕全くねえの。人ん家がすぐだったから。だからじゃないの、苦情気には聞かねない、家が近いと。ここの急カーブが何とも言えない。よし、あ、とりあえず酔い止めが効いてた、うん、何時間効くんだろうね、一つで、うん、とりあえずここだけ集中して帰ろう。人がいないと思って気抜くと車来るときあるからな。とりあえず日またぐかな、さすがに。またぐんじゃない、前には帰りたいけど、ヘロヘロになるから。またいで1時。まあ限界1時だな。うん。うわーってなったもん。足はね、多分寝ちゃう。そんな。ってなっちゃう。これがもうベロベロになるから。もうグロッキーで。絵に描いたらグロッキーじゃない。じゃあ帰るぜ。やんのこれ。
これまたナビぶっ壊れてんの。あ、あるあるある。うお、この道あったんだ。気づかなかった。知らなかった。知ってたわ。あ、ここでナビ。反対車線だと思う。ああ。またこれナビぶっ壊れてる。これあれか、道の感覚狭いから、なんかよくわかんないことになってる。ナビぶっ壊れやすいな、この道。だってこれ、ほら、またなんか行きたいなと思って。あ、いいのか。あ、ごめん、よかった。失礼。壊れてませんでした。千本桜なんて。今誰ですか？ピンポーン。ごめんね、シカちゃん。びっくりした。シカちゃん、ごめん。びっくりした。なんか今度は猫にしたエレート遠くから見てもでけえなと思った。シカか、びっくりした。シカちゃんだった。すんげえドキドキしちゃった。小鹿だった、まだ。ね。シカちゃん、ごめんね。ちょっとシカも慌てて戻ってきてた。うん。やはり出てくるか、ここ。気をつけないと。うん。パーンって飛び出してきたら、こっちが事故をかます可能性あるね。分かれてるんだね、実際走ってみると結構ね、うん、道がポコポコ、ここ本当にね、ゲームでも嫌なとこだった。鹿にびっくりした。シュインシュインシュインってやつ、シュイン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 。悲観とかだけ後でスクショもらおう。せどこ、はい、いやこの辺タイヤ痕微妙にあるよ。こんなとこでやんの。あ、でも あるじゃん、だいぶ。あ、本当だ、うっすらと。そこまで激しくはなさそうだけど。こんなとこでやってる。ここなんだ。こっち側なんだ。いや、トンネル越えたこっち側なんだ。越え。走るとしたらあの人。チャッターがないからだ。こっち。まあね。じゃあチャッター作ってやっていただくよね。こんなぐにゃぐにゃゾーンでやんのかよ。ちょうどいいんじゃないの。まあ、だから。めっちゃタイヤ痕ついてんじゃん。こんなとこじゃん。しか引き殺すぞ、あいつら。かわいい。びっくりした。あ、クマじゃなくてよかったよ。
霧すげえ。おお、急にガスってる。やば。なんだよ、さっきまで平気だったのに。霧が見えるなって思った。目的地付近です。